ビロードスゲカレックスミヤベエは、カヤツリグサカスゲ族の植物の一つ。ホウに一面に毛があることでそう呼ばれる。生育域では道端にも見られる。ホウの表面に一面に毛がある本種の和名のもととなった特徴である茎が立ち上がる。姿の多年生の草本。地下に横に長く走る根茎を伸ばし、地上の茎は多少束になるものの、それが間を置いて出る。草丈は、 家系の高さとなり、これは30から70センチメートルであるが、家系は果実の成熟につれて伸び上がる。葉は幅が3から8ミリメートル、新緑色でザラつきがある。基部には養子のない鞘があり、硬くて光沢があって、赤活色を帯び、また前面には糸毛がある。花期は5から7月。家系は下の方は滑らかだが、上の方にはザラつきがある。 カジョは3から9個のコボは相乗につく形で、このうちいただきコボとその加方の合わせて2から4個までが優勢、それ以下の側コボが姿勢である。稀にオスコボがいただきコボのみの場合もある。コボの基部にあるツとは、養親が養上によく発達し、基部には鞘がないか、ごく短い鞘がある。オスコボは、複数が互いに接近してつき、線形で、 長さ1から3センチメートル。お花輪ペンは赤葛色で、先端は鈍く尖るか、鋭く尖る。メスコボは円柱型で、長さは1.5から6センチメートル。下方は密生しており、上の方では柄のないものもあるが、下の方のものは長い柄がある。メバナ輪ペンは淡い黒褐色で中六が緑色、先端は棒となって突き出している。下方は、 輪辺と同程度かあるいは長くて、長さ4から5ミリメートル、脈があり、表面には毛が密生している。口述のようにこの花法に毛が多いことが、この種の和名の由来であるが、これは禁煙の数種と共有する特徴でもあり、それに対して、本種の茎や葉、鞘などには毛がなく、これは禁煙種との区別点にもなっている。花法の形は卵型で、 先端は急に狭まって長いくちばしとなり、口の部分は深く切れ込んで二つの四条突起の形になる。痩せかはややるく下方に包まれており、東卵型で長さ2ミリメートル、中東は三つに分かれ、花子も長く残りがちである。和名は下方に毛が密生している様子から名付けられたものである。なお、和名の表記にはビロードスゲもある。日本では北海道、 本州、九州に分布し、国外では知られていない、日本固有種である。ただしすげの会の、日本産すげ属分布図集では、国外の分布として、朝鮮南部が記されている。本州での分布は、広いものの北に、偏りがあって、南には明確な分布の空白がある。例えば、近畿地方では、和歌山県、奈良県、ついでに、三重県には、生育がなく、大阪府。 兵庫県、滋賀県でも北部のみにしか分布していない。岡山県では県北の湿地にのみあって一部に県南の地域での発見があるが、それについては河川の中洲なので県北から流されたものが生育したものではないかとされている。つまりやはり南部地域には生育していないという判断である。上汁すげの会による 分布図は標本の確認に基づくものであり、分布があっても標本がなければ拾われていない。点、実際の分布域より、内は目に出ると思われるが、北の方でも青森県のように記録のないところもある。ものの、中部から中国地方までは、比較的密に最終地点があるが、九州では全体で3地点しか記録がない。もちろん、紀半島もなしである。四国も本島にはないが、 香川県の小豆島で記録がある。砂室の湿った草地、川岸の水質のある砂地、また、泥室の湿地に生える。あるいは、山道の脇にも生える。河川湿気などにおいて、本種が優先した密生した群落を作るのが見られ、また土手の糊面緑化のために外来種の稲科などを植栽された区域内にも優先的に繁茂する群落を形成する。 いただきこぼうを含んで果女の先端に複数のオスこぼうをつけ、それ以下の側こぼが姿勢。つとには鞘がなく、下方が大きくて毛があり、中東が三気といった特徴でビロードスゲブシセクト、カレックスに含める。日本にはここに含まれる種は五種ある。いずれも本種に似たものであるが、このうちでアカンカサすげしい装備だとハタベスげしいラタスキミアはは鞘に毛がある点で区別できる。 無ジなすげしいラチュウカルパは、洋服が1.5から3メートルと葉が細く、下方のくちばしが短い点で、砂地すげしいグラブロシェンズはメスコボが、やや寄り合うこと、下方のくちばしの狭まり方がやや緩やかであることなどで、区別できる。これらはいずれも、北海道とおおむね本州中部以北を分布域と、するが、本州が最も普通である。これ以外のものでは、星の田は本州に似たものとして、 サツマスゲシーリーグーラタを挙げている。下方に毛が多く、先端が2派に分かれる点は、共通するが、節が異なり、違う点も多い。インド北部に分布するシー・フェディアに近縁で、その変種とされたこともある。これに準じた形になるが、北村田は、本種の学名をシー・フェディア・サブスプ・ミヤベイとしている。また古くには、南アジアに産する。 C はラッチナの編集とされたこともある。環境省のレッドデータブックには取り上げられていない。府県別では、千葉県、京都府、大阪府、兵庫県、山口県、福岡県、大分県、熊本県、それに高知県で指定がある。いずれも南限に当たる地域と思われる。河川時期に生育地がある地域では、河川回収などによる生育地の破壊が懸念されている。 道路脇などにも出現するため、雑草といえば言える。が、田畑に侵入して繁盛する、といった話もあまりないようである。近年、この種を堤防のり面の緑化に利用することが、試みられている。北海道での話であるが、従来は、河川堤防ののり面を早くに被覆させる目的で、寒冷な気候でも活着しやすく成長も、早い草として、 長ハグサポアプラテンシスや大牛の毛草ファカルブラが用いられてきたが、除草コスト抑制など、管理費用の削減、及び生物多様性への配慮から、在来種の利用が求められるようになっている。そのための研究が行われている中、ヨシや大ヨモギなどとともに本種が選ばれている。導入する種はその環境において将来的に安定した群落を形成することが求められており、 本種の場合、従来の種が導入されていた緑化試行地において行われた植生調査で導入された外来種の中でそれらと競合して優先する群落を形成していたことによって選ばれたものである。他に本種が地下系で増殖して安定した群落を作ること、それに生育の形態が従来用いられてきた植物に似ていることから景観として違和感がないことなども挙げられている。 現代のところ、種子の吹き付けでは、本種は発芽しないことが多く、少なくとも早期の緑化には使いづらいらしい。しかし、苗を植える形では良好な生育が見られ、手塩川河流では、セル苗を植栽する方法である程度の成果が見られている。以下、種として、星のほか、P512 大橋ほか辺、P336 大橋ほか辺、 P335 から336牧野原著。P367 北村ほか。P297 勝山。P364 菅野会。P754 レッドデータブック近畿研究会。編著 P137 星野ほか。P224 菅野会。P754 勝山。P364 大橋ほか編、P336 牧野原著。 P367 星のほか、P512 矢部ほか、P30 以下、勝山、P362 から367星のほか、P224 牧野原町、P367 北村ほか、P297 秋山日本の、レッドデータ検索システム2019年8月30日閲覧。例えば、福岡県の気象野生生物二千十九年九月一日、 閲覧以下、やべた谷瀬、新芽。ありがとうございます。